ち着いてください。神ヘスティア、こちらでももう少し上と話してみますので。わかったよアドバイザー君、今は君に頼るしかなさそうだ。ありがとうございます。ではそちらで少々お待ちください。あのすみません、都市外への外出許可を。はい、お話は伺っています。バレンシュタイン氏、すぐに許可証を。ちょっと待てーって。おお、ヘスティオ様だ。こんにちは。うん、こんにちは。じゃなくて、君たちは第一級冒険者だろ。どうしてそんな簡単に許可が下りるんだ。バレンシュタイン氏とヒルテ氏はロキファミリアを通じて受けたクエストで。そうそう、ロキがギルドには行っておくから行ってこいって。大丈夫ですか？ああ、すまない、取り乱しちゃって。バレンナギガシ君たちが悪いわけじゃないのに。やはりか。ん？ミアハ？こんなことではないかと思ってな。ベルの外出許可に苦慮していたのだろう。はあ、その通りさ。神の手のひらの上、もといギルドの管理からは逃れられない運命なのか。私からクエストだ。第二級冒険者に都市外での素材調達を頼みたい。それってやったじゃん、ヘスティア様。クエストならアルゴノート君も外に行けるよ。いいのかい、ミアハ。困った時はお互い様だ。そなたもベルと羽を伸ばしてくるといい。君も外に行けるだろ。ええ、ではミアハファミリアからのクエストを受諾ということで申請し直してきますね。ああ頼んだぜ。大変申し上げづらいのですが。これでもダメだって言うのかい。それがクラネル氏の許可は下りたのですが、神ヘスティアの許可がなかなか下りず。どういうことだ。ラキア侵攻の際、神ヘスティアが迂闊に都市外に出たことがどうも上の心象を損ねていたようで。でもアレスはもう兵を引いたし、そもそもあれは不可抗力で。落ち着いてください。そのあたりも考慮して条件を満たせば許可は下りそうなんです。条件？はい、
ティアの監視役としてギルドの者を一人帯同させようと。それってもしかして？ええ、私がご一緒することでなんとか上も認めてくれそうで。どうしてみんな僕とベル君を2人